ゼッケン。競馬におけるゼッケンとは競争馬を見分けるために、蔵の上に装着する道具である。使用目的によって様々な種類のゼッケンが存在する。縦 510mm、横 695mm の台形で、ポリエステル100%の不織布を素材としている。主に競馬場から回収している、ペットボトルをリサイクルした再生繊維が使用されている。 文字は転写シートとなっており、ゼッケンには馬番号、馬名、レース番号、レース名などが貼り付けられる。ジャパンカップなどの国際競争の場合、片方には英文馬名が記載される。日本ダービーのゼッケンには円に金色の刺繍が入る。もともとゼッケンの書体や寸法に統一規格はなく、競馬場ごとで異なっていた。これは、 元々の競馬クラブ時代の名残と考えられるが、戦後の東京競馬場や中山競馬場では、東京競馬場戦前から使用されていた数字がやや、前方に傾いた形のもので統一されていたようで、ある。また、天皇賞については、戦前の日本競馬会時代より、四根地に金色の数字のゼッケンを使用していい。記事は、骨のせいで、数字は縫い付けられていた。 1965年には、競馬場ごとに異なっていたゼッケンの規格の統一化が図られた。これによって、ゼッケンのサイズや、数字の書体などほぼ同じ様式になったが、福島競馬場や新潟競馬場や北海道2馬についてはしばらく古いタイプのゼッケンが使用されており、また例外的に春秋の天皇賞、1971年まで、や、喫花賞、1970年まで、 や、函館記念、1972年までについては、企画統一以前重商用ゼッケンが継続使用された。また、各競馬場のゼッケンも、細かな部分には、違いが存在していた。四根地に金色、後黄色の文字の天皇商用ゼッケンは、ゼッケンの規格統一後は、 重症用ゼッケンとして使用されるようになったが、関東では重症競争でも八大競争などの格の高いレース、限定されていたのに対し、関西では重症競争のほとんどに使用された。その他、関東や関西の一部重症競争では黒字に黄色の馬版のゼッケンが、またオークスでは、四根地に桃色の馬版のゼッケンを使用するなどある程度は、競馬場の裁量に任されていた。 京都競馬場では障害競争の重症競争にのみ、肘に黒色の馬板で作られた絶ンを使用していた時期もある。1983年第3回ジャパンカップにて初めて馬名入り絶ンが導入された。ただしこれは外国馬が出走することによる特別措置で馬名も絶ンの下の方に小さく刺繍されたものであった。さらに両サイドで表記の違いがあり、 片方には日本文馬名、もう片方には英文馬名が記入されていた。1985年の有馬記念にも馬名入り絶権、ただし両サイドと日本文馬名が試験に使用されたが、この時点では本格採用には至らなかった。1987年、京都競馬場の重症用絶権が変更され、緑色の記事に白色で数字を記入し、その下に 京都という文字が入るようになった。また GI 競争用については青字に白色の数字が入るゼッケンが作成され、馬版のもとに天皇賞などの競争名が表示された。ただしこの時点では文字の規格や骨の性の記事は従来のままであり、他の競馬場が追従することもなかった。1987年秋以降、一部の重症競争より、 馬名入りゼッケンは使用された、同年のジャパンカップではまだ骨ののいであった。素材は化学繊維性となり、馬番及び馬名は印刷により表記されるようになった。この時点では、記事はシコンか黒で、馬番、馬名は黄色で記載されるのが通例であったが、オークスのように馬名のみも模色で書かれた、もや重症競争ながら、白地に黒色の馬番、 場名が赤色で記載されたゼッケンが使われるなど試行錯誤の段階であった。1989年よりすべての重症競争で場名入りゼッケンが使用されるようになった。この時、グレードレースの格に応じて生地の色を変え文字の色も白が基本となるようにしようが統一され。なお、数字の字体は1987年に場名入りゼッケンが採用された時とは若干。 変更されている3番や7番や9番の自体などで判別可能。1990年秋からは全ての特別競争で場名入り絶権の使用を開始し、さらに1991年の正月開催からは一般競争、平場を含むすべての競争で場名入り絶権が採用され、以後は場名の事態に多少の使用変更があるものの現在に至っている。 以後の仕様変更は以下の通り2014年よりジャパンカップにてスポンサーロゴが入り場名下にランジンのロゴが掲示されている中央競馬の競争で使用されるゼッケンの色は基本的にはとなっているが一部例外があるそれぞれの競争で使われるゼッケンの仕様を以下の表に示す国際競争ではスタンドから直線を見たときに カタカナ場名が見えるようになっている。2002年のジャパンカップは東京競馬場、左回りが馬場回収工事のため中山競馬場を右回りで大開催した。しかし表記はそのままだったため、スタンド側は A 表記場名になっている。GI 競争については2019年のもの。には数字が入る。ミホトレーニングセンター、立冬トレーニングセンター、競馬学校、 競馬場などの施設において調教時に装着する絶ンである。生地は以前は骨の製だったが、現在は競争用と同様にペットボトル素材をリサイクルした不織布が使われている。一年の間調教の度に使用するため、番号部分は熱転写で貼り付けた上ミシンで縫い付けられているなど、一回しか使用しない競教用と比べ頑丈に作られている。また、 数字の字体は以前より使用されていた昭和時代からのものが継続して使用されている。競争馬が登録された段階で最大4桁の固有の番号が割り当てられるが、馬名は入らない。代わりに馬名が書かれたカードを入れる。名札入れが縫い付けられている。番号は原則として、毎年秋、9月上旬に50音順に再割り当てが行われる。2歳馬は競争馬 登録順に番号が割り当てられるため、五十音順にはならない。競争は登録を抹消された馬の番号は、再割り当てまでは、欠番となる。公実する特殊調教絶権を除き馬の年齢によって色分けされている。また、美保所属馬と立党所属馬で、絶権の色が違うため、どちらの所属馬かを容易に把握することができる。 G.I. および G.I.I. のうちトライアル競争のみ、使用される超強要ゼ用絶剣。番号は通常使用する番号と異なる上、絶剣に場名が入る。特別登録した時からレースまでの一定期間に、限って使い、その後通常の絶剣に戻る。H.G.I. 競争優勝場には、紫色の記事に、金色の文字、障害 G.I. 競争優勝場には、 紫色の生地に大々色の文字、GI 競争の勝利したごとに星のマークが付けられる。美保所属場には黄色の生地に黒の文字、立東所属場は白の生地に黒の文字が使用される。コレクション用としてサイズ、素材ともに同一のゼッケンを GI 優勝場のゼッケンに限り中央競馬 PR センターの通販サイトにて発売している。 各地域で使用は異なっている。大井競馬場では JRA と同様に全ての競争に馬名入りゼッケンを使用している。JRA のゼッケンと比べると上下の寸法が小さく作られているが、これは靴のかかとに白車をつけている機種のためで2011年より白車使用が禁止になった後もサイズの違いはそのままとなっている。その他の競馬場でも 重症競争や特別な競争については場名、または競争内理絶権を使用するのが一般的になったが、通常の競争用絶権は競争後に選択の上、破損箇所を補修の上使い回される。例えば廃止された福山競馬場では2年間使用された。生地の色は枠盤ごとに、生地の色を分けている競馬場が多く、 材質も骨の性や化学繊維性などを数種類が存在する。数字の字体は、金沢競馬場と、園田競馬場異性の各競馬場では JRA が馬名入り絶景を採用する前の自体と同じなのに対し、笠松競馬場異等の各競馬場では各地ともにバラバラであり、特に小屋競馬場と笠松競馬場では独特な字体を採用している。現在、 中央競馬及び一部の地方競馬の競争用絶お及び中央競馬の調教用絶ンは長野県長野市篠ノ井にある身体障害者受散施設に委託されて制作されている。これは利用者の自立支援の一環として JRA ファシリティーズが委託しているもので記事の裁断から馬番号の貼り付けまでの制作過程を行っている。絶ンは 各競馬場及びトレーニングセンターに出荷され、競争用絶ンの競争場名の貼り付けについては、レース開催前日に各競馬場にて行われている。競争で使用された絶ンは、基本的には処分、リサイクルされるが、関係者らが持ち帰ることは可能である。このため牧場などに展示されている例も散見される。テレビ番組や雑誌のプレゼントとして提供されたり、 オークションサイトなどで取引されている場合もある。廃棄されたゼッケンをバッグに加工して販売している例もある。引退レース実施日の全レース終了後に引退式を行う馬がいる。時には引退レースで使用したゼッケンを再作成の上で再びつけて登場する例もある。ディープインパクトなど。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。